Hello，Hello，hello。 Test。です。です。です。
Tes, halo halo, cek, 1, 2, 3, cek, halo, tes, bisa, tes, halo, tes. Hello. Please. Hello. Hello. Please. Hello. Please. Hello, this. This. Hello, this.
Jadi dia nahan dia. Kurang gede mejanya. Ini sebara outputnya itu kumaha. Filter. Tetap sekali ya mah. Tes. Pardennya. Testing. 200 MS ya. Lumayan gede. Kumaha suara orang aja gede itu di luar. Mas bener jadinya. Nabi suara bisa double. Halo, tes. Cari dokter. This. Boku, お名前は？薬をもらうために福袋に来たのですか？お父さんとお母さんは？好きじゃない。マイコみたい。違うんだ。僕はアコ。実は。おーい、ナナ、ケイ、どうしたんだ？旅人、それにパイモン。あ、二人ともちょうどいいところに。この子、リーユエコーの外から来たみたいなんですが、どうやら迷子のようでして。ちょっと待って。迷子なのは僕じゃなくて父さんなんだ。お前のお父さんが？いい大人がどうやって迷子になるんだよ。僕の父さん、昔から物忘れがひどいんだ。前はちょっと反応が鈍いだけだったんだけど、最近はますます悪化してて。お母さんは？何日か前、父さんのために薬を取りに行った。それで前の怪盗祭の、でも戦艦軍のおじさんに道を聞いて
いざリーユエコーに入ろうと後ろを振り返ったら父さんがいなくなってたんだ。父さんを探してもらえるように戦艦軍のおじさんにはもうお願いしてある。でもおじさんたちも出せる人手があまりないみたい。だから町の人にも頼めないかなと思って。安心しろ、オイラたち結構人探しが得意なんだぜ。だろ？だろ。あと調整も鼻が利くワンちゃんよりも。こら、影で私の悪口を言ってるのは誰だ？調整、今のナナの言葉にけなす意味なんてありませんよ。そう食いつかないでください。先ほど不ぼくろの店主を探しているというのが聞こえましたが、どういったご用件でしょうか？喋る蛇を連れてる。あなたが白術おじさん？白術おじさんだって。調整、大事なのはそちらじゃありませんよ。では詳しい話をお聞かせいただけますか？はい、白術先生。なるほど、あなたたち一家は警察層の近くにお住まいなのですね。よく診察しに行きますが、あなたたちとは一度も会ったことがないような気がします。うん、母さんは外の人と会うのがあまり好きじゃないんだ。特に怪盗祭の時期になると父さんのそばにいるようにっていつも僕を家で留守番させる。そうでしたか。うん、アコ、あなたの母親は氷でしょうか？あ、はい、はい、アコの両親は私と旧知の仲なんです。もう少し人手を増やして探したいのですが、手は空いていますか？オイラと旅人も入れてくれ。さっきアコと約束したからな。おや、それは助かります。ではお二人には迷惑をかけますが、よろしくお願いしますね。ナナと一緒に店を片付けてからすぐ手伝いに行きます。家族とても大事。ええ、では一旦福袋は頼みましたよ。旅人さん、パイモンさん、まずはアコと一緒に町の外にいる戦艦軍に何か手がかりはないか聞いてみましょう。北の方はもう捜索したというのに、それらしき人物は見当たりませんね。どうしたものか。町からも新たな情報はないし、さらに遠くまで捜索するとなったら、おそらくもっと人員を要請しないと厳しいでしょう。戦艦軍のおじさん、父さんの行方について何か分かりましたか？ああ、君か。あれ、白先生も。この子の頼みで私たちも手伝いに来ました。現在何か手がかりはつかめましたか？これは助かりました。ちょうど人手が足りないと悩んでいたところなんです。それで手がかりですが、申し訳ございません、すでにこの一帯は捜索しましたが、それらしき人は見つかっていません。この先の道を見張っている同僚たちも見てないと言っていました。桐原に向かったとは思えません。まさか六花の池に行ったのでしょうか？六花の池ですか。あの辺の地形は複雑ですから、何事もなければいいのですが。
本当ですか？助かります。すみません、お父さん。うん、大丈夫。千賀、人形周りのような優しさで注意。ご注意。お客さん、お客さん、私たち王城堂をごひいきしたいからって、そう焦らなくてもいいのに。大丈夫？です、です、です、です。ハロー、ハロー。父さん！あ、ウタオ！あれれ？これはこれは誰が、めんどくさ。あんた相変わらず毛嫌いされてるね。フー、同種、彼を助けていただきありがとうございます。父さん、大丈夫？まだ僕のことわかる？アコだよ。お前はアコ？じゃあ俺は誰なんだ？名前はカリオ。ケイサク荘の西に住んでる。リーユエコーに来たのは病気を治すため。どう？思い出せた？俺はカリオ。リーユエコーに来たのは病気を治すため。そう、俺はカリオ。病気を治すために。治すって、何の病気を治すんだったか。うわ、もうこんなにひどいのか。早くこいつを連れて福袋まで戻ろうぜ。フータオ、ごめんな。今度うまいもんでもおごってやるから。待って、そのまま彼を福袋に連れていく。ねえ、白術、わからないわけ。それとも気づいてるのにもかかわらずそれを使って何かしようとしてるの？お前ら何の話をしてるんだ。カリオから魔人の残滓の気配がします。気配がするってほどのもんじゃない。暴走す。なんだって？魔人の残滓。フー同種、そう心配しないでください。体内にある魔人の残滓を抑える方法を私は持っていますから。医者は病を治し、人を救うのを責務としています。目の前に救える命があるのに、それを助けない理由なんて私にはありません。それに、この旧友を助けるのは私の亡き師匠の意志でもあります。あの人に免じて、どうか一日の猶予をください。ここで王子の名を持ち出すなんてね。逆術、一体何を企んでるの？人助けがしたいだけです。もし私に双心があるように思うのでしたら、福袋までついてきて横から監視してもらっても構いません。あれれ、いつも私を警戒してるはずなのに、今回はやけに寛大だね。うん、いいでしょ。カリオをここに残しても問題は解決しないし。王子、あと旅人に免じて私が付き合ってあげる。旅人を連れてきたのは正解だったみたい。じゃないと面倒なことになってた。では善は急ぐ。今から福袋に戻るとしましょう。心脈が塞がり
そのせいで気血の巡りが悪くなっています。なるほど、意識がはっきりしていなかったのはこれが原因だったのですね。白先生、父さんの病気まだ治せる？白術はこんなにすごいんだから絶対大丈夫だって、安心しろ。そうだろ白術。アコ、お父さんがこの症状を見せた、よく覚えて。もうそんなに経つのですか？いえ、もう方法は思いついています。今晩から治療を始めましょう。明日の朝にまた来てください。その時アコには元気で意識のはっきりした父親をお返ししましょう。ありがとう白先生、本当にありがとう。フードーシュ、もしそれでも心配で近くで見たいのであればご自由にしていただいて構いません。でもこの部屋に残らない方がいい。医者の治療には集中力が必要だ。途中で邪魔されるとまずいからね。はいはい、じゃあ私は近くに待機して花や草でも見てるよ。何かあったらすぐ駆けつけるから。略術、皆さんさようなら。薬術、準備はできたか？問題ありません。ふう、無事に解決したな。けどやっぱり気になる。薬術の言ってた旧友って一体どんな人なんだろう。お前は気に…お、大王、やはり取ろう。そんな子、暇人が暇を持て余し草花を見る。多忙な人はどこまでも世話しない。あれ、世話しい二人が私に何の用？あ、まだ言わないで、私に当てさせて。ひひひ、あとな、あれ、前に言ったことなかったっけ。往生堂は最初魔人が死んだ後の怨嗟をどうにかするために設立されたって。まあどれも古臭い話だよ。魔人が暴れた大昔、生と死の境界を維持するために先人たちが空気を浄化し死骸を焼いたとかなんとか。今じゃこの魔人の縁、そういうことだったのか。あれ、じゃあ白術はどうやってその方法を学んだんだ？大方その師匠が教えたんでしょう。ああ、彼の師匠は私のおじいちゃんの弟で私の大叔父なんだけど、当時往生堂の自責、おじいちゃんから。そのくすし、おじいちゃんはそれから葬儀屋が医者になるなんて想像できないな。けど最後まで連絡を取らないってほどのことじゃないと思うぞ。普通の医者だったらまだ良かったんだよ。だって往生堂が最初にしてたことだって医者の仕事みたいなものだったし。でもおじいちゃんの話によると、あの時会ったクスシはその体に尋常じゃない液気をまとってたらしいよ。その沈黙の谷の一族が人を救う方法も生死に背くものだったとか。生死に背く？詳しくは知らないんだ。おじいちゃんも当時大まかにしか知らなかったし、略術のやつはずっと私を警戒してるからね。まあ
逆に彼らの身に何かしら秘密があるって証明にもなったけど、それに白術っていわゆる不死に対して強い執着を抱えてるみたいなの。この秘密と関係があるかどうかはわからないけどね。とにもかくにも今はまず様子を見よう。もしかしたら明日になれば何かがわかるかもしれないし。わからないことがどんどん増えていくぞ。いや、明日になったら白術に直接聞こうぜ。一日経ったな。カリオはどうなったんだろう。戻って様子を見てみようぜ。父さん。アコなのか。父さん、僕のこと思い出したんだね。ああ、思い出したとも。ごめんな、心配させて。母さんはどうした。なんだか何日も見てないような。もう冒険者協会に依頼を出して探しに行ってもらってるよ。父さんは安心してしっかり療養してればいいから。白先生もさっき一緒に探すのを手伝うって言ってくれたし。そうか、ならいい。白先生、感謝するよ。いいえ。白先生、病み上がりですから。その間ふぼくろに残って静養してるといい。フードシュ、カリオさんからまだ何か問題は見当たり。でもたった一晩で一体どうやったの。それは門外不出の秘伝となります、フードシュ。ただその間の部屋にこもりっぱなしだったから息苦しさでおかしくなりそう。はいはい、では皆さん調整と一緒に。無理して人前で強がるからこうなるんでしょ。私が起点を聞かせてなかったらあんたどうするつもりだったのさ。でも私から言わせると全員に内緒にする必要もないでしょうに。せめて一人ぐらいは信用できる人を探して。そこにいるのは誰ですか。うわぁ、どうしてついてきたのですか。ただ室内に居すぎただけです。新鮮な空気を吸えば大丈夫。だから無理するなと言ったのに。うん、旅人、パイモン、実のところ、カリオの病気、薬術が自分の精気をあの人に分けたことで、毒素。薬術。私の一門は、調整と契約をしています。歴代、カリオさんの神脈に、しかし、その。調整、そんなことができたのか。おい、かつて沈玉の谷にいたときは、薬術がまだ医学書に触れていない。うわ、全然。はいはい。ですですです。です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 。
テス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 テ
フータオが平気です。しかし薬術の正規はいずれ尽きるだろう。解毒の方法を早く探して彼を助けないと。旅人パイモン、こいつ薬術これ、はあ、旅人さん、こんな白術カリオさんが犯されている。ええ、あなたが来る前にすでにアコから聞きました。彼ら一家は警察層の西に住んでいます。私は店内の雑務を手配しますので、それが終わりましたら一緒に見に行きましょう。毒薬の手がかり以外にもアコの失踪した母親、長いこと顔を見せていない私の姉弟子にも気を止めませんとね。この美しい風景もそばに誰もいない以上、私の不変を引き立たせるだけ。今まで気づかなかったぞ。よく警察層の近くでし、そういえばさっきは急…ええ、私と姉弟子は当時鎮玉の谷近くで共に師匠から医学を学んでいました。ただ姉弟子は私よりいくつか年上でしたので、早くして一人で旅に出ています。そのため彼女と一緒に過ごした時間はそう長くはありません。彼女が旅をして、あれ、長生のその言い方だとお前らは前にカリオとアコには会ったことなかったのか。姉弟子は最後に谷へ戻ってきた時、あ、いさあね、あなた師匠はその件について説明しようとしませんでした。ただ、なるほど、いいえ、やれやれ、薬術ってこんなにいいやつだったのかこの、えー、またなんか裏のありそうな感じにな手分けして調べてみて。これって言った、先ほど長生と一緒に、どうやらあんたたちも感じ取れるんだね。そう、これは魔人の残滓で作った毒薬だ。え、こいつ呼吸してないか。オイラの見間違いじゃないよな。ええ、おそらくこれはまだ生きている毒薬でしょう。性の特質を持つ毒で、もしこの毒分身、ええ、毒を持った人は本体を通して間接的に中毒者の行為あるいは意識に影響を及ぼすことができます。そして
中毒者はある程度本体からの呼びかけに応えるようになります。呼びかけに応える？あ、まさか最初にカリオが失踪した方角って。彼を引き寄せたのは多分この毒の本体でしょう。錬成の原材料である魔人の残滓ですね。そんなことってありえるのか？それって一体誰がやったんだ？なんでみんないきなり黙り込むんだよ。この毒が隠し収納に大切に保存されていたってことは、毒を持った奴は大方この家の主だろう。カリオか？けどなんで自分に毒を盛るんだ？もっとよく考えてみろ。薬に精通していて、それでいてここに長く住んでいる奴がいる。あ、まさか氷だっていうのか？いやいや、氷だって自分の旦那さんに毒を盛る理由なんてないぞ。私も姉弟子がそのようなことをするとは思えません。けど魔人の残滓から毒を作れるやつなんて、憶測を巡らすのは今は。ええ、諸病根源雑記によれば、毒の親が消えればおのずと毒の子も消えます。本体である魔人の残滓を消せば、カリオさんの身にある毒も薬を使わずに治癒するでしょう。計作層の魔人の残滓についてあなたは何か知りませんか？こんな書物にも記録されていないこと、前年100年も生きた年寄りしか覚えてないだろうね。あれ、昔仙人たちも長生の顔を立ててたってお前言ってたよな。それなのにここの話を聞いたことないのか？それはその、長生の記憶と法力は最盛期だった頃に比べてだいぶ弱まっています。今では人と契約を、おい、仙人に憑依してもらえるなんて大半の人にとっては願ってもないことなんだからな。私が体の調子を整えてあげれば、体が丈夫になる気？残念ですが、気質。にゃーん、ムカついたぞ。お前らにダサいあだ名をつけてやる。この蛇かけ白い生、うん、そんなんだから気質が良くないんだって。はいはい、大事な話に戻りましょう。旅人さん、仙人様のどなたからか手がかりを聞く方法はありませんか？仙人ってのは会いたいからって会えるものじゃないだろ。あの年寄りたち、本当か？さすがこういう範囲の広い旅人さん、あなたたちに助けてもらえるなんて本当に幸運ですね。誰のことを言ってるのか大体予想できたから、今回オイラは見てるだけにしておくぞ。
我に何の用だ。ニュア、お前にはほんと毎回驚かされるな。仙人はみんなこういう登場が好きなのか。このお方が、ん、お前は。ふぼくろの白術と申します。こうして仙人様にお会いできて光栄です。当時怪盗祭では仙人様の正体を知らずに接してしまい、何か無礼な振る舞いをしておりましたら、何卒ご容赦ください。あれ、お前ら前に会ったことがあるのか。面識が一回ほど。妖魔の気配がする。お前が我を呼んだのはこの件か。妖魔を持って毒を作るとは嘆かわしいことだ。妄念は常に生死を切り捨てさせて人間をそそのかす。お前の頼みは承知した。警察層の下には確かに魔人の残骸がある。昔この地で悪しき水地が乱を起こし、後に帝君によって制圧された。帝君は像を持ってそれを沈め、生き物に害をなさないようにした。そうして後に警察層ができたというわけだ。現在その封印に問題はない。お前たちが探す本体とやらはおそらく地底から漏れた少量の水地の血だろう。だがその気配は目立たず感知しにくい。具体的にどこから漏れているかは引き続き調べる必要がある。必要がなければ我も人間に手を下したくない。しかし妖魔絡みのことであれば取り返しのつかないことになる。あ、何でもない。元よりお前たち人間の選択に干渉する気はない。だが調整不死、それはお前仙人様か。またいずれ。変な仙人だったな。私の記憶にある仙人と少し違う。なんたってショーだ。魔人の残滓は先生大変です。ケイ、ふぼくろにいたのに、なんでこ…何事です。大変です、カリオさんの…何、つきつもなら…どうやら、皆さん、すぐ…父さん。心配しないで、白線。どのような状態ですか。外に出たときは、待って。治療のために。わかりました。アコ、安心。白術、まさかまた調整の秘宝を使うと。
ああ、だいぶ。先生は少し休みたいとおっしゃって、私にカリオさんを抱えて奥の部屋から出るように言いました。それから…そうか。冒険者協会…それじゃあ俺も…まだ容体が安定…ではお言葉に…旅人、薬術がずっと…目が覚めたか。たとえ私が調息してあげられても、あのやり方はあまりに無茶すぎる。時間がないのですから仕方ありません。それに収穫がなかったわけでもありませんよ。姉弟子の構想は実に巧妙で勉強になるって。なあ、略女、あんたが寝ている間。ええ。そこでブツブツ言ってるのはどこのドイツだい？あ、逆術調整。ええ、問題ありません。ただ精気を多く消費してしまったため、調整に体の状態を整えてもらうのに少し時間が必要だったのです。カリオのやつ、昨日は元気にしてたよな。なんでまた急にあの方法で治療しなきゃいけなくなったんだ。私の最初の診断が間違っていました。カリオさんの患っている病は一つ、そのため。なんだって？というより彼の侵されて、カリオさんは生まれつき珍しい心臓の病を患っていたんです。心脈をどうにか保護しなければ出血により意識を失う恐れや、ひどければ肺腑を損傷してしまう可能性もあったようです。彼にとって魔人の残滓は毒ではなく薬だったのでしょう。もしその薬がなければ彼は何年も前に死んでただ。ですが毒を持って毒を制すのもその場しのぎの解決策に過ぎません。時間が経てば毒物は彼の心脈へと溜まっていき、彼の意識に害を及ぼすことになります。それに長期的に毒を用いればカリオさんの体内に抵抗力が生まれ、薬の効果も薄れていきます。彼を延命させるために姉弟子は薬を作り続けなければなりません。それじゃあ最初にアコが言ってた、カリオの容体が悪化して氷が薬を取りに行ったっていうのはそういうことだったのか。魔人の残滓は極めて悪質で一般人が耐えられるものではありません。ただの人間の体でそう頻繁に触れれば、おそらくあの仙人様が言っていたようにカリオさんの命を救うため、姉弟子は自分の安否も何もかも全て捨てていたのかもしれません。まさか氷までも同じ道を歩んでしまうとは。これが宿命なんだろうか。人を救うために自分を傷つけることも辞さない。人の力では起こせない奇跡のためにいかなる代償を払ってでも人間離れした力を追い求める。現時点で宿命という言葉を用いるのはカリオさんの容体は魔人の残滓と、それに数日前から行方不明になっているという。俺だ、白先生、旅人。カリオ、お前。白先生、白先生は俺たち、それに氷は俺のせいで危ない目に遭ってる。思い出せるはずだ。ちょっとちょっと、ダメだ、急いで行かないと。俺がこれらのことをまた忘れてしまう前に、はあ、この旅には。俺は何年も前に死ぬはずの人間だった。今さら何が怖いという。俺はただ氷を見つける前にもう一度
彼女のことを忘れてしまうのが怖いんだ。それなら私についてきてください。白先生、またお出かけ？ええ、少し遠出をしてきます。ナナ、いつものあの薬を用意してくれませんか？霧うつろの花粉を加えてから、薬棚の3段目と5段目にあるものを入れてください。聞くといいのですが。白先生、それって？さあ行きなさい。またや…わかった。あの日、道を見失…本体の影響が次第に強くなっています。距離が…カリオさん、具体的な方向は…おそらく…こっちだ。ああ、この方向だと思う。心臓がかすかにうずく。方向は間違ってない。この場所、前も来たことがあるようだ。この場所に漂う不吉な気配、私にも感じられます。ここには少し覚えがある。カリオ、大丈夫か？オイラたちが降りて探してくるから、お前はここで少し休んでていいぞ。ダメだ、氷がまだ俺を待ってる。早く出発しよう。うわぁ、なんだか不気味だぞ。この先に何があるんだ？ここの採掘跡は荒くてかなり古い、盗賊が掘った洞窟のようだ。盗賊が掘った洞窟？周りに散らばっても、なぜ彼ら…思い出した。コーリは俺をここに連れてきたことがある。洞窟の中で俺を救う方法を見つけたと。だが、その方法を使って俺は…なんで思い出せないんだ。くそ！無理しないでください。
まずは先に進みましょう。ここには航路もあるのか？砲塔団のやつらも行き航路の中で焚いていたのは魔物を追い払うためのお香の魔物を追い払う？お香は何日も前に燃え尽きてこの洞窟を掘った方その後そうだここであカリオ大丈夫だ引き続き先に進もう感じるんだ氷はこの下で俺を待ってるしたのはこの先だ。あ、先に進めるようになったぞ。どうやらこの装置から放出されるエネルギーは障壁を解除できるだけでなく、対応する装置を通して伝達させることもできるようですね。利用できるかもしれません。全部丸見えね。呪言律流めまいが。障壁を解除できる装置がないみたいだぞ。ここにレールがある。どこかにつながってるようだな。このレールに沿って探してみたらどうだ。Thank you.
コーリー、おい気をつけろ、あいつの周りに魔物がいるぞ。魔人の残滓に引き寄せられたようです。後ろはあなたに任せます。十五律令、白先生どうだ。まだ脈はありますが、決して楽観でき、あなたの体にある毒素と同じで早く取り除かないと。それじゃあさっさと魔人の残滓を取り、そんな短時間量の体、魔人の残滓、そう、やっぱりそうなるのか。ちょっと待ってって、オイラたちがここまで苦労してきたのは火竜の病気を治すためだろ。そんな白術、お前って物知りだし、きっと他にも方法があるんじゃないか。氷のこの様子だと、おそらく気絶するまでずっとあんたのために。白先生、正直に言ってくれ、氷はあとどれくらい持つんだ。魔人の残滓はすでに肺腑に侵入していた。でも白先生、こんなもので命をつないでいる。どうせ俺はもし引き換えに氷の命が助かるなら。カリオ白先生、旅人、わかりました、ありがとう。スカリオ、一般的な手段は生老病死、そもそもそれは人間にと、そんな、氷が苦労してカリオを救ったのに、今度はカリオが氷を救うために自分を犠牲にするなんて、こんなの言いた、やっぱり人間にはいずれ別れが訪れる。少なくとも師匠たちの選択は確かに感銘を受けるものでした。しかし価値のある死を選んだ人たちは往々にして行くべきではなかった命です。あの時俺だ、ほら、たとえ俺がいなく、もう十分だ。ええ、あなたの意識も気を使ってくれ。母さん、父さんの様子がおかしい。だい、こんな時に、なんでこんなことを思う。人っていうのは長く生き、もう一度お前の声が聞きたいな。よう、カリオ、カリオ、父さん、俺はもう生き返った気分はどうだ。もし気分が、白先生、キョンシ、そう、出発する前に不死の薬を用意するようナナに頼んでおいた。ただそれが具体的でも、それがどれくらいであろうと、あなたがちゃんと別れを告げて。不死の薬って、あなた一体裏でどんだけ研究したの。こんなものまで作れるなんて。名ばかりの未完成品にすぎません。もしカリオさんの意志が強くなければ、薬もあまり効かなかったはずです。私はあくまで一介の医者、精子の循環や陰陽平衡といった道理を私は理解していません。私が知っているのは、目の前に救われるべき命、それに風同士がわざわざ手配してくれて、道理で、
私の鼻を。私はただけど、まさかそん、はあ、僕おやおや、王子旅人、パイモン、そんじゃまた今度ね。これで一段落ついたな。前に。ノー、それじゃあ。お兄さん、白術。氷さん、すべきことか。あなたの不死の薬を見たけど、毒素を持って生前の状態を維持する。そんなことないわ。けどあなたが加療に会ってから、しかも元の処方薬術。ふう、だから長く隠し通せないって言っただろ。調整との契約。やはり氷さんには見抜かれてしまいましたか。その通りです。調整の秘宝は正規だけでなく、毒素や病も転移。2回目の治療、もちろん残っていた毒は全て魔人の。危険すぎる。当時私が指紋を離れて。けどまさかこれが私たち一脈の宿命なのかな。宿命、白術、私にはお見通しよ。あなたまだ引き返せるわけ。氷さん、あなたは分かっているはずです。私たち一脈は。おーい、ご飯だぞ。母さん、ご飯の時間だよ。お兄さんがたくさん料理を教えてくれたんだ。父さんでも味がわかるって。母さんも食べてみてよ。ええー、わかった、今行くから。ちょっと白術、あのナナもケイも。そう心配し、はあ、白術、さっき氷があなたがいなくなったらって言っ、彼らの師匠を含め、そんな、これはとても。かつて疫病が流行りし時、世の苦しみを根絶せんと一人の薬師が誓いを立てた。だがたかが人に人心と優れた医術があろうと、天才にはかなわない。医者となって数年、親しい者たちも病に倒れ死に瀕した。新緑の谷の奥には百病を治せる薬君が住むと伝えられている。薬師は一人山を訪れると、そこで力を使い果たし、息も絶え絶えの白蛇を見つけた。契約を結んで私と共生すれば、人を救う秘宝を伝授しよう。だが忘れるな、それはやがてあんたを蝕む。寿司は人を超える力で生死を逆転させ、奇跡を起こした。だが別れの時はまた訪れる。ただし世を去ったのは正気を使い果たした薬師であった。こと切れる前、薬師は最後の患者であったマナ弟子に契約を引き継いだ。
その弟子は己の命を使い、より多くの命を救わんと決意し、一人また一人と代々が同じ道を歩んだ。契約を継いで以来、歴代の死が選んだ道とこれから自分が歩む道を疑ったことは一度もない。この方法で弟子の夫を救おうとした時まで。これは神をのみて勝つをとどむ邪法、自然の摂理に背く毒術だと。大切な人を救うためにもう一人の大切な人を犠牲にしたくないと哀願された。その時初めて気づいたのだ。死が去った時に感じた痛みと病床の前にいる家族の痛みに違いはない。契約により散った命も救われるべきだったのではと。この契約は薬なのか毒なのか、その答えを見つける時間がわしには残されてない。この難問は長生と共にお前に託す。お前がこれを解く違法を見つけられることを願おう。何度も何度もいくら念を押し彼らの体を整えても、この結末は変えられなかった。あんたはどうだ、答えは見つけたか？もし私が契約をしなければあなたはどうします？そうだね、残された時間で薬君山に戻りゆっくり寝よう。そして旧友とあんたの師匠たちに会いに行くさ。では考えるまでもありません。救われるべき命を私が救えるのなら手を差し伸べない理由などないでしょう。ふう、また同じ答えを。まあいい、目を閉じなさい。この契約はあとどれだけの人に受け継がれるのか。いいえ、私が最後の契約者になります。契約を継ぐ条件には、しかし自分に まるで飛んで火に入ろうとする蛾のように。それじゃあ白術お前も？私はそうですね、光を追い求めつつも火傷はしたくないガトでも、長生の理想のため命を捧げたし、毒とはな、平常とこと百毒と百、私の後に続く人たちが契約により短命で終わることも、長生がその通り。真の不死はろうそくの火を恐れながら。それと調整、まあいいか、食事の方が大事だしな。ふう、たまにパイモンが羨ましくなる。腹を私たち人間が人生に執着してしまうのは、まさにそのような些細な幸せがあるからではありませんか。
浮世の風景は幾千年も変わらないというのに、人の世とはこうも白露と泡のように儚い。Calling mama phone. I just wanna be alone. Yeah. Shit. Huh. Shit. さばきのイカズキ全部丸見えね。これこそが知恵の殿堂ブリンク。よっ、さっ、逃げプレモン無我の境地。よっ、ひゅっ、無理に私に任せる。覚えたわよ。誰だか。Pasti dan sudah bukan jelek hasilnya. Enggak. つなぎましょう。
ね。私のお家にいらっしゃ。ひゅっ。ここより弱滅の時。やっはっ。ふっ。やっはっ。ふっ。ふっ。やっはっ。ふっ。手をつなぎましょう。Fuck you want? Hut. Come on, I need my money.のイカズチ。ふふ。おとなしくしな。さあ、めまいが。手をつなぎましょう。知識はあなたにも。ひゅっ。逃げ道はありません。稲光、すなわち永遠なり。せっ。さあ。This.じゃないと頭にキノコが生えるわよ。Gampang. Tadi di jalan. Ya. Nah, susah senyap janji. Salam.Tak situ aja nggak apa-apa. Tengok, tengok, tengok.私のお家にいらっしゃい。裁きのイカ槌。無我の境地。そこ、せ、あっち。無理はせず。
稲光、すなわち永遠なり、見切りました。邪魔よ、邪魔をするな。逃げる。こっちよ、手をつなぎましょう。はっ、せっ、せっ、や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 っ、belum kah? Aku ikan di sini tadi tuh. Aku ikan damage segitu, hyper beam dapat damage berapa ya? Aku kalau gerana hidupnya aja kan yang terlalu. What the fuck you want? Ini udah gak ada kerjaan, tai. Ini sudah 20. Kalau tadi yang masih resin numpuk lagi ini, males banget resin numpuk, ngapain lagi ya. Oh, ini game capture itu. Tak. Starel malanya. Hang si palu ini. Smith baru, let's go, let's go. Nah, ini tu. Tutup lah, anjing ini non. Yo ho, ada aing. Let's go. Bisa sampai 10-10. Ini bukan aing serius-serius ting, anjing. Kemana? Sek. 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 Sek
Let's go subscribe. Just subscribing. Masih ada di mute. Oh, itu bionya. Bang, keren. Telat ya delay jauh bisa dong. Live chat mah cepet. Cuman akhirnya yang delay baik jawab dah ya. Bisa wajah sih dikurangan delay nya. Tapi bakal tambah nge-lag ya jaringannya. Jangan ada wadahi. Susah sih. Nonton live stream sendiri, let's go. Enaun dia ni, Pex. Let's go. Transformasi ini, listening level top. PSP zaman now. GPD win for review. Komorebi copy rack anjing. Apakah ini isin aku untuk menganalisa meta Genshin Impact? Like it's perfect anjing halus si Erojlin anjing Erojlin gitu anjing beda satararam pam pam barararam barararam pam pam membatur rata game offline non reviewnya lainnya 14.000 oh troublemaker yang kemarin story game story my game knows Atlas terial bisa numain tuh Atlas mana tuh Human Plate, Valfet, NBA, 2K20. Away Out sih bagus sih, Away Out. Cuman kapan mainnya, berarti itu kemain 2-an asan deh. Text to 2-an, Ready to Not, Battlefield 1. Game story Star Atlas Final Dota 2 Call of Duty GTA Mandek mulai GTA non sih What the fuck anjing kita naon anjing Genshin RP non year live stream entah ibuat live stream ibuat gimana cara main anjing pam 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 asyamara sya 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 sya
mechanical keyboard. What the fuck you want? Kenshin lagi. I'm not sure. 2 years to look like this is. Seberat anjing 1.7500. Oh, yang belum lihat ini. Belajar di Blibli Mart pasti untung, tapi emang pasti lengkap sih. Harganya emang pasti murah. Ada yore, Maso Diva. アウトラストというゲームをライブストリーミングでプレイしていました。しかしマーソーディは怖くてゲームを続けることができませんでした。そしてマーソーディはもうゲームを続けることはなかった。1週間後、彼はディスコルドでみんなに誰かアウトラストをプレイしたと聞いた。で、私と答えているのはミリアだけです。やれやれ、よくわからないバカ話ばかりで、最後にマスオディはミリアをゲームのプレイヤーとして再びアウトラストゲームをライブストリーミングし続けました。Dia apa kayak itu? Oh, masih nyala mas Kuk? Yang main manca, dan game-nya Mas Audi ya? Iya. Udah tamat, udah tamat. Aku gak akan teriak-teriak. Yakin. Masa taruhan berapa menit sampai manca teriak? Ricoh soalnya tuh. Audionya mana audio? Audio mana ya? Oh ini. Kabar kalian gak jadi ini, gak jadi PUBG. Jadi udah kelar belum lo downloadnya? Belum. Ini gue tinggal matiin outlastnya nih. Alasan. Udah takut ya kan? Nggak, aku berani. Pokoknya nonton TV dulu. Gue lupa aku. Ini kemana dulu sih mas? Gak tau lah. Kan gue main mas. Seharusnya masuk sini. Coba kemana dulu ya? Aku udah tamat by the way. Udah lama tapi Red, serius. Kayak bayangin saking takutnya gue main ini game sampai gue lupa step-stepnya. Udah belum rem? PUBG-nya rem? Gak usah itu, main aja dulu, Cak. Nih gue tau nih ada si gendut tuh kan. Aduh, masuk dulu. Telat. Dibuka. Enggak lah. Cak. Game apa ya, Red? Yang masuk locker terus dibuka tuh? Lupa. DBD. Aduh, kan. Gak ada 10 menit dong, Cak. Ya. Udah cabut belum sih, dia? Alah. Ada. Here's Johnny. Miguel. Gue main PUBG aja yuk. Stream hari ini diganti nontonin manca main outlast ya teman-teman. Kok gitu? Tapi gini, coba kapan kita ngeliat manca main game horror solo? Iya sih. Tapi gak solo banget ini. Loh, dia tuh udah dapat benefit, udah tamat, ditemenin rame-rame loh. Nah, iya. Di-defend semua biar seru, apa gak pernah di room. Oh iya. Ya, manca-mancanya yang di-defend, kenapa kita yang di-defend? Eh! Jangan di-defend lah! Di-defend nih loh, jahat banget temanku, cowok. Weh, jangan di-defend lah! Sumpah, sok. Geri kali kalau main kayak gini di-defend. Kalian mau lihat orang yang ya ini nih. Enggak, sumpah.
bener cok, aku main kayak gini. Aku udah tamat, cuma udah lama cok. Lupa aku ada orang gila di situ cok. Iya bang. Damai ya kita. Aduh, pukul. Ampun. PUBG yuk. Mau nggak PUBG? PUBG. Cok dikacangin cok. Lanjut lagi poin ini. Ini lu si abangnya datengin lo. Oh kawan cok. Masa apa? Oh kawan cok, kena sambit lu. Wah itu ada duo. Selamat tinggal channel streaming gue. Ayo PUBG lah ayo. Ayo PUBG. Wih, di-diver lagi kah ini? Di-diver lagi, co, aku. Gua masih inget nih. Suruh keluar pokoknya. Eh, kemana kan? Wih! Kemana gua lupa? Lupa gua kemarin. Ventilasi di atas. Hah? Terima kasih banyak lah, chat. Ada yang kayak Garit itu loh, Mas. Garit! Sonic Garit itu. Ah, dia kena. Bayangin udah tamat masih mati. Malam asli lah. Si Garit mana? Nah ini Discord. Yang satunya, Mas. Yang satu jawab, Mas. Yang lagi kena lagi gak aja? Kenapa gak langsung nonton di up, Mas? Ada orang mau pipis? Abis ini PUBG aja yuk. Ngeri, cok, sumpah. Kan PUBG juga ngeri, Ca. Lebih ngeri ini lah, wedos. Tuh, banyak mayat tuh. PUBG juga banyak mayat. Di packing tuh loh mayatnya kok di PUBG. Aku gak kepikiran sampai sana sih. Lari. Lari kenapa dah? Aku lu. Dorong! Wih! Aduh! Selamat! Masih ada musiknya? Di situ orangnya! Enggak kepencet. Easy bro. So easy brother. Udah tamat gua. Yo PUBG yuk. Udah ya PUBG yuk. Pingetan cok masa mesti. Nanti main PUBG M-nya terbang. Garit mana kayaknya tidur deh. Istirahat. Apaan? Tadi sih gua dijanjiin main Valorant. Kenceng banget audionya. Katanya ada internet Mas Odi 10.000 manca full volume ya. Kok gitu? Volumenya dari nol ya kan. Nanti kalau ada yang donat 10.000 naik 10%. Itu sih malak namanya. Jangan ketawanya bahagia banget lagi itu. Sampai kelar live stream tolong jangan ada yang donat. Biar Mas Odi donat sendiri. Punya lain ah. Ada-ada aja emang Paleo Javanik ke satu ini. Ini yang dikuntung ya tangannya berarti ya? Iya. Dia malah baca itu. Woi goblok! Gablak, imagine. Nah, kaget aku. Kaget aku. Tuh. Aku adalah meja dan meja adalah ini kesini bukan sih, Mas? Benar.
Woi, kok nanya sama yang belum tamat ya, Cak? Gua lupa, dos. Ini sih balik lagi ngarang. Woi, di situ dia. Oke, lagunya udah hilang. Oh, masuk ke lift ya ini ya? Iya, iya, iya. Masih ingat enggak kowe, Mas? Lurus kiri. Lurus kiri. Yuk, palo. Udah jauh dia. Halo. Oh, aman, Cok. Aku takut. Aku sih ngu. Iya. Tidak lagi. Kita gak bisa dihancurin. Selamat, Cok. Cak, challenge, Cak. Apa? Jalannya gak pakai senter. Gelap dong. Wah. Gak bisa lihat. Gak bisa lihat gua. Ternyata ketangkap juga. Main game ini gak pakai kamera itu sama aja kayak lu main sambil merem, Cok. Ini nih, aku sampai sini berarti ya? Iya, sampai sini, Mas. Aku main ini sendiri. Terus ngap. Aku mau jawab faktor umur tapi takut gak sopan. Bajingan. Gak. Lu tau gak sih orang gila yang kotaknya kemana-mana? Tuh. Oh ya beneran bye. Dong. Wow. Kita orang main kayak gua coba. Dia di situ. Aku jadi ikut panik ya? Ah, aku berdoa aja lah. Akhirnya bisa napas aku. Wih, ayo! Outlast kan judulnya Outlast Game EZ. Yaudah, kok main yang kedua, Mas? YouTube. Iya, iya. EZ dari mana? Perasaan aku yang main. Kata Tito Pratama tuh di GB sok keras. Kursi roda khusus balap ya itu ya? Ngawur. Itu di belakangnya ada nitronya. Antigen. Wah, mati aku. Tutup. Ya. Nah ini hantu yang ngejar aku tadi, Cok. Dia yang ngegerakin. Oh. Pakainya metal. Bentar, tak pipis dulu. Pakainya metal, Cok. Depan gue lagi headbang. Wih! Ini cutscene, Bang. Dia matinya kenapa? Tadi kan kabelnya dicabut, Mas. Oh. Apa dari sananya toh? Iya, itu di suara dari game Mas. Itu pas udah percaya. Metal. Cok, pengkhianatan COD. Outlast 2, Bang. Berarti Mas Odi yang lanjutin yang kedua. Nah, itu. Mas Odi Outlast 2 lanjutin. Tumben loh ini pada semangat semua. Gila lihat Mas Odi main game horror, siapa yang semangat? Siapa yang enggak mau lihat BPJS-nya kepake kan? Mas, kok ini ya, naiknya aku diem lagi. Bosen bisa hari ini. Ini bosen akhirnya nonton nanti bingung.
Aduh anjing sakit tolol. Penampakan hantu di iklan TV. Meetingnya live stream nanti 15 bentar lagi, 3 menit lagi. Baik ini. Datang di era kemudahan investasi emas, di mana kamu bebas pilih investasimu sesuai kebutuhan. Bisa sendiri, ramean juga nggak.
This is our second game of Premier, where I absolutely dominate with Jett. Enjoy. Nice. Good luck, good luck, good luck. I hope we play against, like, Fnatic. For the banner. For the makes sense. The banner, that's kinda a cool name. For the banner. Nice. One switch. Nice. Close. Nah, anjingnya pas pisan. Aneh anjing. Anormal aja lah. Tuh hidrom pemenemis. Potres tuh kumasih yang tak apal. Apal ya ini. Test.
cuk. Bisa dimakan dulu lagi apa dapat X jadi baca bolong-bolong aja. Goblok dia. Ayo mandi sedikit dia. Tumpak. Apa? Tadi apa ngapam tu? Radio lagi. Radio kui. Okay, drop. Kayu drop. Oh, itu packbook mesti timinya. Bentar lagi ya, gila. Find Timmy, set up cam, start. Oh, itu ada hal-hal depression, heart, stamina, energy, armor, cold armor. Siap, siap. Tes. Aing gue naon. Tes, tes, tes. Tes. Tes, tes, tes. Aman sih gue denger. Tes, tes. Ring lah, setan ring. Shelter. 22. Small call bin. Mau aja gak? Kurang itu loba ini kayu tuh
fuck anjing. Terus mencet. Simpan aja dia. Terus kayak kemana babe. Oh, safe. Bawa batu, ranting-ranting bawa. Sekarang kemana? Map tuh sih buka, berhubung lebih bisanya. Order Allah. Kok lagi abu kemana anjing jauh-jauh itu? Nahan kurang kian kan? Ini kontrasting ya warnanya. Batu kestemahi tadi itu mau loba itu. Ini mau pukul kayunya. Yang pukul kayu cuma bahaya. Ah, kabur aing tebuah senjata ini. Oh, bisa lompat. Tau ah, stamina bayar. Mer stamina kira ya. Oh, maksimal 2. Oh, aing kehausan. Belum, ini belum. Aman-aman. Anjing bahaya stamina SF. Carang tarang tarang. Carang tarang tarang. Wah masih bisa. Bikin. Ayo kajian. Terus diadu lah.
di sini. Anjing gak bisa diuber gitu. No, penuh ini. Ah, siap pula. Isi lengitan barang-barangnya. Terus buka beli ini. Garden butuh udara, berarti sekelas ini gini. Tolol. Si gunanya jangan nangis anjing. Enggak ada bukan sesuatu yang berguna ya. Iya apinya. Fire pit. Anjing api ulah lagi penting dari itu. Belah dia. Batunya, batu masih aman. Respon dulu ya.
Nah, Rakter M Behu itu lain lagi. Udah nanti buka pasar itu di mana? Ya? Find a cook, find and cook food. Option kon ki draw dengan benar map M for inventory E Allah subakul wet B inventory Mariman slot 1, slot 2, slot 3, slot 4 bangsat aing daharnya bie lagi dari lagi ya. Bisa sehari itu sorry ini cang gelap deh. Ah oh, langsung hilang lagi lagi imannya.
Siang tadi ya. Wah, ini gak bisa naik dulu. Come on dude, what the fuck, mau cara naik ini. Parahnya yang naik bangsa, cuma cara naik naik. Akhirnya naik. Ini bunuh lah. Anjing shit. Saya makan darah. Eh darahnya. Iya mau. Kapan yang pengen bikin kayak gini ini? Tinggal kebutuhan. Nanti lampu di mana? Oh iya.
aku korek mau ambil aku BA aku mau medis watch
Thank you.
tapi udara minuman awas lagi dringer dari awas punya baterai, punya duit, punya obat tapi punya minum air laut gak bisa diminum. Ngerti. Dari cewek ayo. Ayo, belum render apaan ini, baterai
tebal 10 frame. Anh hình như